ブルクスタディオンよりお届けしてまいります。解説七海さん、こんばんは、よろしくお願いします。今前半がスタートしました。さあ七海さん、今日の注目選手一人挙げてください。メッシですよね、はい、とにかくドリブルで相手ディフェンダー、見ている人たちを全てをパニックに陥れる、はい、もう誰もが認める世界最高のプレーヤーですからね。そうですね、解説はもういらないんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですか。彼がどう得点に絡んでくるのか注目して。ラファエル、ゴー、ここで先制。いい滑り出しを見せています。今の球は止まってなかったと思うので、手についてるのは素晴らしいショットでしたけど、はい、このまま押し込みたいですよね。預けて、ブッキー、さあ左サイドへ、マルティネス、さあ一気にカウンター、絶妙ですね、いいですね。スピラノビッチ、ここはクリアします。メッシ、しかし飛び出しのタイミング見事でした。ルイゾーン、メッシからハムシク、ハムシクからメッシ、大津が空いたが、これを読んでいた。ボール、オーリエ、メデル、縦を使います。前半の19分を過ぎたところ、ワイド出ましたね。カットです。メッシ抜けてくる、まだありますね。フッキー出ましたね、抜け出しました。これをオフサイドはない。いや抜けてきましたね、素晴らしいドリブルを見せましたけど、ちょっとサポートが足りませんでしたね、うん、そうですね。縦にボールをつないでいきます。メデル、ハムシク、オスカル、長友、ラファエルに渡ります。オスカル、前半30分を過ぎたところです。1点を先行しています。山岸、さあ前線へ、カウンターを仕掛けます。いいパスですね。このパス抜けてきます。中で味方の選手が待っている。さあフリーだ、長友来ましたね。うわ面白い、ゴロクンデ、ハムシク、長いボール裏へ落とす。これは奪い返します。打った、いませんでした。40分を過ぎています。
このボールをカットします。マルティネス、味方を走らせる。メッシどうする。メッシのシュート、ゴー。少々ここで同点にします。流れ来てますね。入れましたね。ゴールに吸い込まれるような見事なシュートでした。そうですね、ボールの軌道がね、普通のシュートとは少し違うんですよね。なるほど。上がりながら落ちるっていうかね、まあ、ゴールに引き寄せられるような感じですよね。なるほど。素晴らしいですね。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了と思いますよ。そうですね。この後のセカンドハーフ、両チームとも監督がどのように動いてくるのか注目です。前半は1対1の同点で終了しています。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。山岸、縦にボールを送ります。ここは読んでいました。ルイゾン、オスカル、マルティネス、スルーパス、山岸、裏のスペースに置きに行く。主審よく見ています。これはファールです。倒された。 PK です。ここで PK、 PK を得ました。さあどこへ蹴る。ゴー。ここは確実に決めてきました。落ち着いてきっちりと決めてきましたね。触ります。裏を狙う。最後フリーですね。チャンスですね。これ行きますね。切り返して、中は揃っています。ボールコントロール、折り返し、1点リードというゲーム展開。後半追加点が欲しいところでしょうか。ボールをカットします。さあマルティネス抜けてくる。後半20分経過です。ラファエル、このボールに触ります。奪い返します。ハムシク、レバンドフスキ、ここで受ける。シュート、中村、浮かせて裏を狙う。いや面白いな。レバンドフスキ、このボールをカットします。青山、さあ残り15分切ってきた。このボールをカットします。宮市、ラファエル、どうする。
っとこれはつながりません。さあレバンドフスキ、残り時間は10分を切っています。サイドのスペースを使う、いやサイドから一気にチャンスになりそうですね。触るメッシ、流れを止めます。もう一つ前に行きたい、スローイング、自分で行く、自分で持っていく、ここのボレバンドフスキ、さあ打てるか、こぼれた、今もクリアするのが精一杯ですね。いやファインセーブですよね、素晴らしいですよね。後半42分を回ったところ、さあ勝ちまであと少しです。今日サポーターは嬉しい試合展開になりました。この残り時間ゴールが生まれる可能性は十分にあります。まだホイッスルはなりません。もう時間ないですからね、少しこの辺からは慌てるかもしれないですね。レフリー試合終了のホイッスル、2対1、勝利です。接戦を戻しました。今日の試合ですが